シップサンジェルマルシムルトドウルハドウォッチポシンジュラリーミルメタガチンゴセモヨトニー。Suruto トトジェンテンカラ、ハケシー、カジェガフィーテ、クリオナ、ヒビキガ、オコリ、カレラノイタ、イエチェンタイン、ヒビキー、ワタタタンゴテリコデレゲポヨ、カクサラミエ すると皆が精霊に満たされ見たまにささせてくださるとおりに遅国の言葉で話し出した <noise> この物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。 それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞いて一体どうしたことでしょうかフルギアとパンプリエジプトとクレ,レネネ近いイチヒビアと 地方などの住む者たちまた、レレ人々は皆驚き、まとって、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし、に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいった。 汚染します皆様平安にあなたは世界を活かす宣教師ですその荒れ果てた地を譲れましょう感謝します神様が私と皆様ま一,一人一人を光の矢倉で呼びました なぜでしょうか主の福音の働きを地の果てまで証拠しなければならないからそうですそれで一人一人を光の矢倉で呼びました立ち上がったらいいんです祝福の時間になるようにお願いします 中南米の弟子たちが礼拝は最後の礼拝です昨日の学習の以外に最後の礼拝を捧げましたそれで昨日終わって帰った人々もあり この礼拝の後で今日明日にわたって中南米の現場に進みます光のやぐらを持ったもので塞げない止めない 精霊の働きがあると思いますそれで花教会が全身で祈ってください不便な環境の中で中南米の弟子たち訓練の中で導かれてとても感謝しこのここに花教会がいろんな献身で仏実で 奉仕で献身してくださって感謝します花教会が2375線収束を生かさなければならないから私たちの心の中心を握ってこんなに使われるようにしてくださりました神様が導いてくださったこんな重要な働きで神様に 拍手を捧げますすでに3団体がアメリカと先進国のすべての現場を掌握しています世界のすべての現場が3団体に掌握されていると言ってもいいくらいです中南米の弟子たちがここにいらっしゃいます 中南米の現場を回ってみても遠くなった教会とカトリックの上には十字架よりプリメイソンのマークがかかっているのを見ましたこれは何,の意味何を意味しますかずるいサタンは目に見えないけど全ての国をもう 掌握しているんですそれで精神病をまた憂鬱病を憂鬱で悩んでいる人々がいっぱいになっています今地球この地は精神病をどうだと言ってもいいぐらいですだったら私と私私は 戦わなくて勝てるそんな超越的な力がいるんですそんな誠の精霊の力と霊的な力を回復しなければなりません私たちが命を懸けて戦うのは何でしょうか今ずるいサタンはプリメイソンの戦略を通って文化 いろんな作品に渡って人々を握っています皆様の古代が生まれたらプリメイソンが作ったそんな作品に仕方したが従っていくべきなそんな世界ですそれで霊的な問題が急に増えているんですアメリカとヨーロッパ先進国には麻薬の 感謝が増えているんです。五十パーセントぐらいが精神病で、とても苦しみを受けています。私の場合も、憂鬱病で、病院に訪ねている人々が三十八パーセントぐらいになっ,てなったと言います。それで、いろんな人々が自殺し、事故に遭います。 私たちが上から神様が与えてくださるその力を知るように教えなければならないんです上からの力,力それがあったこそどんな環境あの苦しみの中でも勝利したのを今の聖,聖書で言っておりますそれで書体教会にあった 止められない聖霊の働きを見て私たちと中南米の弟子たちがこれを握って進まなければなりません。だったら一番目です。聖霊の働きはすでに約束していることです。聖霊の充満を受けた旧約のモデルたち。 初代教会にあった聖霊の見たしは今日にあったことじゃないんです。旧約の時代から聖霊の見たしの模型と影がいろんな人々を通って現れたんです。エジプトの未信者の王であったパロの王。 が見た夢を解釈する人がなかったんです。そこで奴隷で切っていったヨセフ。韓国に罪人であったヨセフが王の前に立ち,立ちました。それで本当にどうするか、その方法までパロに説明したんです。それで、その王が進化。あの。 神下たちに創世石411章38節にそこでパロは家臣たちに言った神の霊に雇っているこんなような人を他に見つけることはできようヨセプは神が共におられるそんな奥義を持っていった人でした漱石39節2節に 2> 主がヨセプと共におられたので 彼は <laughs> 幸運な人となりと言いました。創世記三章九節三節にも、彼の主人が主が彼と共におれれ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たと。<laughs> 精霊の中満に満たしにあったヨセプには環境の問題が問題にならなかったんです。地域、地位、文化の問題が問題にならなかったんです。全てを超えられる上からの与え,上から,与えられた種の力を持っていた人がヨセプでした。ダビデも一緒でしょう。サムエルのあー人が 言いましたダビデの頭の上に油を注いだんです。サムエル,サムル1、16章、13節に、霊がその日以来ダビデの上に激しく下がったと。サムエルは立ち上がって、 ラーマへ帰ったそれでサムエルはいろんな環境を超えたんです。神から与えられた力で、えー、環境と人々の葛藤、死の危機の中にあった全ての問題を超えられたんです。越えたんです事実、サウル,がサウルは、あうん ダビデの義理のお父さんでした。それで、そのサウルがダビデをし殺すため。そこにはどんな,かどんなぐらいの葛藤があったでしょうかまた、アプサルロームが反抗しました。すべての反抗葛藤を超えられた力を。 がダビデにあったんです。死の危機の問題まで超えたんです。その力があったダビデの告白です。主が私の牧者だから。司法のどこでも私は怖がらない。 そうです主が私と共におられるからと告白したんです精霊の満たしを味わった旅ではどんなこともどんなことにも負けなかったんです神だあ主は落胆しているすがらにみこたばに力を与えてすがら あジ,ェリジェリカジェカリア4章6節にそれはただ私の力でヨエル二2二28節にも 私の一緒に読んでみましょうその後その後,その後私は私の霊を全ての人に注ぐあなた方の息子や娘は旅言し年寄りは夢を見若い者は幻を見るその日私はしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。 既に聖書に旧約の旧約に神様の人々が勝利するべきな聖霊の満たしを約束してくださったんです。今日本文にもご純節のマルコ人々に与えたのは 神様が御言葉の通り成し遂げたことそれがご寸説のことですでまたイエス様も精霊の内週導き働きを約束したんですヨハネ16章 14, 14章16節には彼はもう一人の助け主をあなた方に おはたいにな,れな,なりますその助け主は年越えまで私と共におられまた14二26節には助け主すなわち私父が私の名によっておつ,おつわしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い 起こささせてくださいますと私の何によって起こる。キリストの何によっては精霊が私たちに望みます。その精霊が私たちに望む時、働きます。それで、26節にすべてのことを教え。 それは導くという意味です。私があなたたちに言ったすべてを話したすべてを思い出す。それで、御言葉の通り導いてくださると。それで、私たちは神様の御言葉の重要性をまた握らなければならないんです。神様の導きは。 最も重要なよなは神様の御言葉を私の心に留める時そのことを神様が成し遂げます。ヘブ,ヘブライ書 4, 4章12節に神の言葉は生きていて力があり。 両肩魂と霊関節と香水の明かれ目さえをも差し通し心のいろいろな考えや計り事を分別することができますと言いましたエレミア31説33節にも31章33節にも 彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。一種の蜜毛の私の私,私の立法を彼らの中に置き彼らの心にこれを。 書き記す私の立法を彼らの中に置きと言いました。彼らの心,心にこれを書き記ると神様の御言葉は私の中に置き、それを成し遂げていきますと約束してくださいました。先週にも言いました。聖霊の導きを受ける一番重要なことあ 重要な道は神様の御言葉を心に留めることです。御言葉の導きを受ける。それが聖霊の導きを受けることです。聖霊が私の中に内周しするのを救いと言い,い。この世に生きながら聖霊の導きを受けるのを信仰生活と言います。 その信仰生活のを受けると私のすべての歩みに精霊の働きが表,します表されます。それで死と一生発節に精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。 そしてエルサレムユダヤサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言いました。<laughs> 旧約の時代に予言しイエス様も言いましたし今も神の人々が御言葉を握る時聖霊が働きます。 今日花教会のすべての生徒ただ立ち出な,なくて心の中に御言葉を止めて込めてください御言葉を御言葉の通り信じる時そこに神様が働く。 と約束ししてくださいました聖霊の内緒導き働きの祝福の中にいる皆様になるのを祝福します。それで本文に見たら精霊充満の働きが出ています。そのことを私たち契約で契約に握らなければならないです。

ここのご純節の時はもう救われた神様の人々を祝福してくださるその時です。過ぎ越しのお祝いの子羊が私たちを救ってくださいました。エジプトから出て来たその人、イスラエルの民が。 50日の後で、えー、国務長をはじめに借り入れたんです。それが五純実ぶりです。それで借り入れて倉庫に入れました。それで串屋を作って記念したのが五純実でした。 この古純烈の祝福は杉越の祝いと狩り用の祭りの祝福を持っている人たちです。それで新しい霊的な収穫が始まったんです。今日ここに来ている花教会の生徒たち共におられる。 中南米の人たち人生徒たちに「ご純烈の祝福」が共におられることを祈ります。それで皆様の私益の上に新しい霊的な収穫があることを祝福します。こんな答えを与えるため私たちをここに読んでくださいました。この祝福な答ええを与えるため 中南米の弟子たちを30日の間集中訓練の受けるようにしてくださいました新しい霊的な収穫は何でしょうかそれは弟子たちがついてくることですご寸舌の祝福を受けて出る現場に現場ごとに 弟子たちが、用意されているんです。それ中ゅ部の弟子たち、祈りなさい。私のすべての現場に、ごじゅの祝福が望まれるように、私が行くすべての現場に、弟子たち、神様が用意した弟子たちの、出会いのため、祈りなさい。弟子たちは、神様が。 つけます古ェ節の祝福を持つ時主が人々をついてくださいます。この本文に見ればその古ジ節の祝福が火のように風のように理節に見たら天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、3節に 炎のような分かれた舌が現れてそれ火のように風のようにと精霊の働きを表現しました火と風はそれはどんな意味でしょうか風は誰も止めることはできないんです昨夜もテキサスの方に 大きい台風が吹いたのに吹いたと聞きましたそれがいろんな家と木が取られてもうガラスも全部飛んでしまってそれ風は誰も止めることはできないでしょう火もそうでしょう 塞げないんです止められないんです私たちは我が国にはちょっと珍しいことなんですけど外国の時もし火災が起こったら1ヶ月の間続けることもあるでしょうそれは火と風の働きというのは止められないことだと火はどんどのことでしょうか 風の響きは聞こえるでしょう。精霊の働きは砕いてきたという意味です。見る、見て、聞こえることが砕い的きにあるという意味です。今日の本文に見れば、うん、家全体に響きが渡ったと言いました。当時にいい その一人一人の上にとどまったとそれは一人一人精霊の働きを味わうその方法を一人一人探しなさい今日初対協会にあったその一人一人の上に精霊の働きが望んだと言いました。名が ああマルコの丘の部屋に屋上の部屋に集まっているのにその一人一人の上に望んだと。だって私たちも一人一人自分の生活の中でそれを探しなさい。どんな人が絵をあ,あの。ああ 描いて賛美しある人は賛美しながらある人はあの祈りに集中して礼拝しながら精霊の満たしを味わう人も皆様に会う精霊の満たしの方法を探しなさいその精霊の満たしの結果が 4節に出ていますするとみんなが聖霊の満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した初代協会の人々には聖霊の満たしを味わってそれは他国の言葉を話すことでしたなぜ他国の 言葉を許ししてくだささったたででょうかそれは承認にさせるためです聖霊主が与えてくださったのが他国の言葉で話すことでした聖霊の満たし働きそれは全てが伝道とつながっていることを分か,分からなければならないんです予言できるんです 癒されるんですそれが神様にの目的があるんじゃないんです。なぜ聖霊の恩師を私贈り物を私たちに与えたでしょうか。それをよく分からないと聖霊の 贈り物を恩師を私たちに与えたのは福音伝道とつながっているんですそれで死と一生八節に「だだ精霊があなたに望まれる」と「地の果てまで承認になると」それはなぜ私たちに精霊を与えたんでしょうか一言に言えば「伝道と宣教のためです」。 それでコリンドにも。そう、1章2節にも誰誰も聖霊に聖霊でなければ、キリストを主と認める。認めることができないんです。コリント12章3節に。 それで聖霊は電動の魂です聖霊は世界福音家の魂ですそれで本文で他国の言葉で話し出したと言うんです今日の本文で5節から8節に見たら自分の知識を超える聖霊の働きが表されます5節の時に自分のそれ祭りを守るため 集まったんですそれ集まったその人々に初代教会の人々が本当に未知な無知な借りりの人々だし買いりりの人だ,だったのにどうせ自分の国の言,を言葉を話されるでしょうかみんな驚き 怪しんでいったと言う。それで、聖霊の満たしは、私たちの無力を超える私たちの無能なことを超えるんです。初代教会の人々は、本当に無知な人だたち。 だったんですそれで、えー、どうでしょう今話しているこの人たちはみんなカリ,リラヤの人でありませんかと驚いたとローマの軍隊も政治が彼らを勝ってなかったんです。キリストのキリリスストトのの哲学と知識が 勝ちなかったんです全てを超えるうんうす超える精霊の働きでしたそれで私たちはその力を得て私のものを超えて私たちの武気力を超えて 今日の本文で空節から十三節まで言語と文化の差を超える精霊の働きが出ています。今日の本文に見たらあの15の国から集まった人々の言語で福音を聞こえるようになったんです。それでこの人たちが あの武道酒に酔っているのじゃないかどんなに驚いてどうして自分の国の言葉で聞こえるでしょうかペトロの説教で3,000になる人々が悔い改め旺盛の人々が宣教師たちに文化のことを言っております。 彼らの水準にあって選挙しなければならないと言いますそれは本当に正しい言葉です話です一人の選挙士を立てる育てるのには本当に難しいだから私たち その国の人たちを呼び呼んで、私たちの国語を教えて、言語を教えて、それは本当に文化と差を超えるのが難しいだからそうでした。重要なことでしょう。文化を超えて、言語を超えて、それは重要な 部分でしょうそれで実際この頃を今浮かんでいる宣教のことは県知の人々を呼んでそれで育てることです宣教の使役の中でたくさんの時間と経費を それ,がそれをセーブできることだと思って日本の人々を呼んで福音を植えたら日本の人だから文化の部分は自然にできるんです。 言語も自分の国の人だからできるでしょうそれで外国の知性大の宣教師たちを読んで育てるのがとても重要です今の教会私の教会でやっているのもとても重要な宣教のための祝福ですで私が 言いたいことは他のことじゃなくて福音を伝える前私たちの考えで福音の力を限ることじゃないかまあう無鉄砲ですることじゃなくて私こと無鉄砲ですることじゃなくて 私が言うのは、福音はすべてのことを超えるというのです。聖霊の働きには限りがないことです。そして私は私の中の福音を限り 制限すする考えを捨てなななければならないんです精霊の働きを本当に信じなければならないんです。伝道は私たちがすることじゃなくて私たちを通って精霊神様が働くことを見ることです。それで精霊の働きをよく理解もし言語の。 生涯があっても精霊が働くとそれで契約を握って祈りながら精霊の働きを見るべきです実際私たちが宣教と伝道のためすることは精霊の満たしを回復することです。すべ このの時時代代は全てがネフィリムの時代です精霊の10万を回復しなければそれでこのネフィリムのネネフフィィリリムムのネフィリムでするのは自分を探しなさいあなたの中の魂を探しなさいとても重要な話なんですけど本当にいいことなんですけど。 私たちこの部分で私が主人になればそれは創世記3章にあ落ちてしまいます私の主人はただ神様ですただキリストですそこで暗闇の力が崩れますこの事実をわからないからネピルムの文化で全てみんなが あのついてい、えー、きます。それで、えー、時間が経っては経つほど霊的な問題が起こっています。それが精神的な病があの増えてい,います。目標は何ですか。皇台を崩れることです。<laughs> 私たちの皇台に。 全てを熱心にしてもその福音が正しく植えなかったら結局失敗してしまうんです私と皆様が他のことを征服してもただ福音のみ広大に正しく伝えられると。 それで金土日の時代を開くというのはどんな意味ですかそれは福音を個人化させようというねことですこの福音が幼い時に個人化させようというんですもう大きくなったら自分のものがいっぱいになっております福音が入っていてもあのー 幼い時から他のものが入る以前にただ福音が大切になれるようにしましょうと聖書を見なさい、教会史を見なさい、教会の歴史を見なさい幼い時から福音になった人々が時代を生かしたんです。 私は私たちも知らないまま自分のことで生きています。えらいことを教えるため私も知らず他のことを植えています。福音を知らないと結局は自分になってしまいます。永遠なことを探,しあ探すと。 モセの母ヨゲベットは永遠なことで結論を出してそれでモセを生まれて自分,の自分が3ヶ月育ててそれで神の教えを見ながら育てました永遠なことを 選んで教えたヨゲベト殺人殺人を知ったモセでした。キリのお父さんであったイゾロは永遠なことで決断しました。それでモセをキリの息子にさせさせたんです。ラハブも一緒でした。 それでうそをつけてその人々たちを隠したんです永遠なことで決断した人々でしたそれでラハプはイエスのハンナも初代教会も8階の中で永遠なことを 見てて探して精霊の満たしにいると永遠なことを探せます。花協会の皆様がこのレピリムの時代に霊的な災いの時代に霊的なことにことを探して霊的な永遠なことを探せる。 精霊の満たしを持って霊的なネフィリムの時代を止める霊的な災いの時代を止める後代の時代後代を二世代を生かす永遠なことを 探して決断する皆様になることを祝福します。ヤグラを持って行くところどころ止めない止められない精霊の働きがあることを祝福します。みんなに与えてくださった神様のこの御言葉が成し遂げられる一週間になることを祈ります。 今日の賛美しながら祈ります。 一人一人自身を置いて中南米の弟子たちを置いて祈ります祈りの課題です止められない聖霊の働きの中にいる伝道弟子の祈りです1番目霊的な力を回復する理由を分かって聖霊神様の力で全てを回復させるようにしてください2番目契約を握った祈りの中で私